熊五郎さんの放送見たんです。さっきの放送もタイトルがあれだったから、はい、オッケーです。風貌あるのないの全然違うね、やっぱりそんな変わる。いらっしゃい。ちょっと待ってね、これスマホの固定する場所が悪い。いや、ここ結構長くいるつもりだよ、ここには。いや、ここしか見るとこないんだけど。ここだけでなんか3時間ぐらい粘りたいんだけど、10時半ぐらいのバスで乗るから、ここを10時ぐらいに出ればいいかなと思って。とりあえず3時間もいないけどさ。いや、せっかく来たんだから目に焼き付けてきたいですね。もう非常にね、非常に色覚以上に優しい風景ですね、これはね。紅葉の真逆の風景、紅葉の真逆だから、これ皆さん分かった？紅葉の風景の真逆がこれね。紅葉のね、反対って反対語はって聞かれたら、白崎海洋公園で答えていいかな。紅葉の反対はうようこじゃなくて、うようこじゃなくてさ、もう次他にないですよ。もうさっき来た道戻るだけだよ。さっきあのキャンプ地とかあったけど、あの辺戻って終わりですからね。ずっとここにいたいんですレベルなんですけどね、私からしたら。他にだって行くとこないもん。海の駅が、道の駅があるのか。道の駅でなんか買い物する。もうやってるかな、9時過ぎたかな。どうなんだろう。あとで一旦写真アップしますか。この植物もいい感じだね。花ある見せられないですよ。いや、これがまさかみんなフズリナだとは誰も知らないでしょう。あの道を通ってあの看板を読んだものしかわからないでしょう、きっと。いいっすね。鳴き声じゃないですよ、風の音かな。今の NM の設定がいいですか。一番画質70かな、解像度が 512×288 の画質70でやってると思いますけど、あ、630か、あ、ちょっと待って、違うわ、画質70で解像度 640×360、 解像度ちょっといい感じだね。みんな来るときは車で来た方がいいですよ。でもただ車で来ずとも、ずっとあの道をね、歩くのもいいと思うけど、あの道を歩くのもまあまあいいと思うけど、もう飽きた。そろそろ戻りましょうか。何も食べてないんだ。ロバリナって何？
ロバリナって何？ロバリナってのは。固定できないんだよ、これ風で飛んでくから。カツラじゃないですよ、これ。表面反射が見える。景色いいですね。ありがとうございます。歯茎が伸びたんですか。私歯茎って成長するの？そんな26なんだけど、私26だよ、今年で。26、じゃあアウトカメラにするけど、いや名残惜しいけど、そろそろ行かないとな。次のバスに乗り遅れる。バス停まで歩かなきゃいけないっていうのもあるからね。何26が潜伏期間って。この辺近くに住んだら毎日来るだろこんなの。ここに定点カメラをさ、自らここにね、スマホを放置してですね、一生やってそう。天気いいですよ。いやここね、風が強くて全然暑くないです。風のおかげで。昨日と一昨日はひどかったですよ。もう奈良の若草山をですね登った後ですね、和歌山では友ヶ島登って、奈良ディスじゃないけど、全然奈良ディスをしたわけじゃないんだけど、いや今のところね、奈良と和歌山は和歌山の方がいいですね。もうこの時点でなんか鹿もいいんだけどね、これには勝てないですね。これエーゲ海見せられてはね、もう勝てないですね。正直これはね、ちょっと富山県も危ぶまれております。いや東尋坊と全然違いますよ。当時もだって真っ黒だもん、なんか真っ黒で、なんか寂れた風景の、それこそもうなんか自殺ってイメージだけどさ、これ自殺と全く関係しないとこでしょこんなの。奈良も行きましたよ。鹿はちょっとね、いろいろあったよね。鹿せんべいを持った瞬間からもうね、鹿に突進されるからね。海沿いはね、そう、海沿いだってずっと砂浜だもん。ずっと浜だからさ、氷見の城ヶ崎ってとこ行けば、まあちょっとこんな岩あるけど、全然誰も行かないし、青城の跡地みたいなところにある、これでおちんぽ放置ということ。こんなところで自殺しにここ来たらさ、えってなっちゃう。え、住んでもいいですかってなっちゃうから、ちょっと住ませてもらってもいいですか。展望台誰もいなくなっちゃった展望台誰もいなくなっちゃったんだけど、あ、一人いたわ。ちょっと失礼しました。後ろに一人いましたわ。眩しいね。寸ずれいたしました。じゃあもう行くか。
さすがにちょっともう海の駅のじゃなかったか、道の駅の方面に向かわないとバスも危ないし、恥ずかしがって、よいしょっと、これはなんか島の名前もわかんのかな、有島、ひじき島、足利島、つく島どれわかんない、リュック汗吸いますね、非常にね。普通の19に島って書いてある、つく島って書いてある。で、淡路島が、あそこ、あれが淡路島、遠くに見えるのは。ひじき島見える？あそこにあるの、ひじき島ってとこ、あそこにあるらしい。誕生日よこせってこうやって言ってるの。誕生日のあのミラタンの人形なつもりだったんだけど。ダメだったか。じゃあちょっと降りますね、下に降りますよ。私はだいぶ楽しんだんで、この風景を。大理石2センチ角ぐらい持ってきませんよ。大理石じゃなくて、大理石って石灰岩のことなの？石灰岩ソフト欲しいですね。ちょっとあの解像度1段階下げますわ。友ヶ島はラピュタみたいな感じだったね。ラピュタとサイレン2を合体した感じ。まあ、その前にさ、友ヶ島に行く前にさ、加太海岸で見たあの別荘に放置されたトラックの方がさ、ラピュタ感出てましたけど、なんとなく。化石とかあるでしょ、探せば。これとかなんかの跡じゃないの？何の跡かわかんない。穴が開いてる、ここには。タービ大塗装もいいけどさ、石灰岩もなかなか。これだけ密集してるといいですね。これだけ密集してると。船越英一郎と清水翔平は絶対に許さない。アットマーク松井和代ちゃんありがとうございます。よいしょ、石灰岩ちょっと嗅ぎませんよ。はい、いいですね、こういう場所もいいですね。この間から見える感じもいいですか。廃車に近づいた瞬間、羽音がすごくて不穏だった。セミの音かな、それは。壁をなしてないですよ。今日はどこまで行く。今日はね、串本まで行こうと思ってます。この後白浜行って、白浜でもちょっといろいろとね、地学的な話をしたい。うわーすごいな、これって見るとハエの音がしてた。本当ですか？後で TS 確認します。でも TS 確認する時間もないの。5日間もいるからさ、 TS1 週間だしさ。うわーこれはいいね。こんなところに車止めてみたいですよね。うん、もうロマンだよね。意味が分かんないですよ。エーゲ海のギリありと言います。ちょっと分からない。よいしょ、ちょっと今螺旋階段を下っているんで、ちょっとねくるくる回りますけども、螺旋階段がこれ二重になってるのかな。エリア51で一郎かな。白浜温泉はちょっと放送できない。白浜温泉ってさ、みんなやっぱ海水浴の客が入ってくるのかな。
やっぱり。よいしょ、ちょっと海の、あの道の駅の方向かいますわ。道の駅に向かいます。穴掘ってこの辺に住めばいいですか。こんな穴掘るの大変でしょ。これ縄文人はこれ殴ってたのかな。これ殴って削って、近くで見るとね、近くで見ると結構ガタガタしてるよね。遠くで見るとなんかすべすべ感で出てんだけどね。こうやって見ると結構デコボコって感じ。落盤すんね。でも ここに何、ちょうど駐車場建てるときにさ、これ石灰岩なかったかな。ここに石灰岩ないとこにたまたま建てたのか、それとも石灰岩わざわざ削ったのかな。氷落としてます。これも石灰岩でしょ絶対ね。これ石灰岩を利用してるね。クライミングもできそう。クライミングしたらなんかパカッて割れそうです。パカッと触れちゃダメなんですか。地産地消ですか。これは商品なんのかな。これ石灰岩を消費してることになるのかな。今何時になった。そろそろバス停に向かった方がいいかな。人間魚雷回転地跡とか言ってないですね。これって運動場のライン引きに使う石灰ってことのもなるやつじゃないですか。あれ石灰だもんね。僕自然のものから調達してこれ砕いてやってんじゃないですか。粉末にしてさ、この壁に仏像とか掘ってあったらすごいです。いやそれはそれでエーゲ海じゃなくてなんかねインドっぽくなっちゃうね急に。道の駅すぐそこですよ。こっちから行こうかな今度は。さっきはキャンプ場通ってったけど不動明王もないですね。あ、ミャンマーとかタイの方なのかな、インドじゃなくて。こっちから一周しようかな、海見ながら。アジャンタ、アジャンタっていうさカレー屋さんが富山大学にあるよ。富大の向かいにアジャンタってあるよ。うわ風が強い。私富山大学じゃないよ。いやわしもダイビングしたかったな。石は持ち帰るなって書いてあるね。自然環境なんとか法第13条第3項第3号の規定により石等を持ち帰らないでくださいって書いてある。あ、こっからみんなダイビングしてるんだ。あそこからみんな上がってきてるんだ、ダイバーたちが。すごいな水が。これちょっと近づいてみようか。あ、ちょっとここも穴ぼこ開いてるよ。石灰岩も穴ぼこ開いてるじゃん、ほら。いやー綺麗じゃのこれまた。なんけこれ。かなんちゅう綺麗な海気これ。紺碧じゃん、もう紺碧レースって感じ。日本海の何倍綺麗なんだよ。福井県の水晶浜ってとこ一回行ってみたいね。あそこも綺麗って聞くけどね。福井の水晶浜も綺麗って。
穴開いた石ばっかりあるよ。これこれも全部石灰なのかね。みんな穴ぼこ開いてんだけどさ、海入んないですよ。水晶浜にちょっと一回行きたいけどな、今年無理かな、もうお盆過ぎちゃうしね。今から行ったら土砂の流れ込みも少ないでしょう。富山はなんであんな汚い。富山もね、宮崎の方に行けばね、朝日町の方に行けばまあまあ綺麗になるんだけど、それでもこっちの方が綺麗ですね。クジラは今のところ 見られなかったね。大志町まで行けばクジラと一緒に泳げるらしいよ、この時期は。え、足をつけろ。あのボンベは何か分かんなかったですね。それ私は今から白浜に行く、白浜に行きますんで。お、ダイビングやってるやってる。ダイバーが潜ってる。キムタクなら飛び込んでるんですかこれ。キムタクって上向いて歩こうって言ってる人。バス停までまた歩きますよ。今度は別ルートで歩くけどね。別のルートで歩きますけど。ダイバーにサザエとアワビ取ってもらえませんよ。岩からなんかもうセミの音が聞こえるぐらい、ね、石灰岩から、ね、この辺に今すれ違っている人たちはこの辺の人たちじゃないでしょうね。でも和歌山ナンバー多いね。思ったより和歌山ナンバーが多かったけど、ガチ熟的観察力が良かったですか。瀬戸内海の海風は非常に涼しいです。ここも一応瀬戸内海に入るんじゃないの。もうそろそろ太平洋になったのか。でも今淡路島が見えたからまだ瀬戸内海だと思うけど、セミは美味しいって言ってましたね。なんだろう、洞窟みたいな。みんな石灰岩マニアですか。石灰岩マニアとかその地学をもっと知りたいよね。見てても面白いからさ。いや石拾っちゃダメなんだって、まあ、手に取って見るくらいはいいだろうけどもね、持ち帰ったら環境なんとか法の3号3条に反するからダメなんだって。洞窟なんか閉まってた、柵がしてあったからちょっと無視したけど、ちょっとなんか食べたい。わしの専門分野は地学ではないですね。専門は放送関係。肛門科じゃないよ。肛門科にかかったこと一回もないから、わし。血抜きやってまだ開いてないのかな、もしかして。あんまり人が集まってるように見えない。明るいな。10時から？今何時？あ、ちょうど10時だ今。じゃあもう空いてるんけ、ここ。あ、おはようございます。お土産買ってこう、せめて。
お土産、野菜買ってもらいます。ところてん、天草、ここのさ、ちゃんとしたお土産みたいない。ちゃんとしたっていうかさ、あのここ専用のみたいな。梅の塩とか赤木ってのが美味しい。サンゴとか売ってるけど石灰売ってたら買うんだけどな。石灰が売ってたら買うんだけどな。専用のなんかないとな。和歌山土産じゃなくてさ、紀州南高梅つぶれ蜂蜜梅干し 500g 972円。今買ってもね、買うならやっぱ白浜で買おうかな。今梅買ってもダメだと。甘夏アイス、箱飯450円。ゆらさんのタコ飯買おうかな、450円なら。タコ飯買おう、ゆらさんのタコ。時間あるか。あ、これ、あ、ですか、こっちですか。はい。ありがとうございます。450円。そうです、そうです。1点450円になります。はい、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 赤木茶どんだ。赤木茶どんだ。これ冷蔵常温ではダメかね。あ、でもちょっとね、あと3日はかかるからね。ダメか。これ赤木の天ぷらね。天ぷら。シンプルセルは大丈夫ですね。いや、でもやっぱ帰らねえけんからきついかな。そうか。大変だね。タコ。仕方ないね。冷蔵庫これ、あ、でもダメだな。あるよ。てかさ、バス間に合うのかまし。35分のバスなんだけど、次このバス乗り過ごしたら白浜なしだ。ピンクの電話って何ですか。バス停でタコ食った方がいいかな。タコ有名なんですかね。タコが有名なのかな。
え、ダイヤル式の公衆電話が映ってた、本当に。バス停の中で食う。さすがにバス停の中は怒られるんじゃない。あ、バスの中は。あの日陰の東屋がいいな。あ、明石も有名。明石に近いね。確かに私は明石のタコカレーを食った記憶がある。よし、急げ急げ。石灰岩の中で食うぞ、わしは。石灰岩に囲まれながら食うぞ。タコといえば岩瀬浜で取れるんですか。初耳ですけど。岩瀬さんのタコなんて聞いたことないけど。よし、日陰ゲット。日陰が一番いいわ。よし、ナイスナイス日陰。エーゲ海をね、手に食うタコもいいと思いますけども。タコどこ、タコ、タコが見え、あ、これこれタコ、タコ、タコこれかな。いただきます。時間ないからね。すいませんね、私がこんな時間から栄華街に囲まれた中で、ね、石灰岩に囲まれながらタコ飯食べちゃって。いただきます。意外とこれね、釜の容器で入ってるけど、意外とこの厚みがないから、だから安いという。石灰岩かけたら美味しい。いただきます。このゆらさんのタコを使ったタコ飯、まゆですね。
どうした石灰眉はどうですか。バス行っちゃった今ので。どういうこと。よし、あとはバスの中で食うか。ねえ、残りバスの中でよくない？時間ないんだけど、せめてバス停で食うか。もう残りは、残りバス停で食うか。残りバス停で食えなかったらもう白浜で食うわ。じゃあ行きましょう皆さん。名残惜しいけどね。非常に名残が惜しいんですけどもね、もうそろそろバスの時間が迫ってきている。もうエーゲ海とはもうお別れでございます。この後白浜行ったり串本行ったりするから、石灰岩で一言。石灰岩石灰岩、石灰岩。よし、じゃあ行きましょう。この飲み物がなくなった。何、今の食べてどういうこと？電池ないじゃん、これ何これ。明るさ最大にしてるからか。明るさ最大にしないとダメなんだよな、これ今。じゃあ行きます。急げ急げ。なんで朝から私は走っているんだろうか。いや、日曜祝日やってるやつに乗るつもりなんだけどね。電車配信も頼む。とりあえず営業会はここで終了だから、とりあえず営業会終了ね。ここでシクラン4にありと言います。だいぶでも粘ったね、ここでね。だいぶ粘り腰を吐く。そこトンネルだから、そこから。ごめん皆さん、そっからトンネルだわ。トンネルになった、そっから。残念なことに、私が今から行く方向ってトンネルだわ。見納めでございます。トンネルだから電波ないってことです。まず青春ごっこはいつもね、あれですよ、いつも旅の途中なんだよ。え、中期バス12時台しかない。嘘。10時35分のやつないの。あれ、あれないんですか。わしの見間違い。マジで電波ないわ、多分この中。すごい、これ石灰岩トンネルだ、これ。石灰岩の中をトンネルが走ってる。でもすぐそこ天の根抜けるわ。あ、涼しい。え、日曜運休って書いてあるの。違うでしょ。10時35分あれじゃないの。10時35分にあの
米印がついてて、米印はあの由良駅止まりですよじゃないの。そう、白崎、白崎、それそれそれ。電池がマジでない。よかった。無理？白崎西発のバス10時35分。違うの。あ、こっからもいいね。こっからもなんか石灰岩って感じでいいね。トンネルがちょっと映るけど、石灰トンネルが映るけど、ちょっとよ、泳いでいいのかな。あそこ降りるとこあるけど、階段で。今からそんなことしてる暇はしないけどさ、これも石灰岩だよね。テトラに挟まりませんよ。それこそブラクリじゃん。ブラクリ釣りに最適な。何あの岩、あれも石灰岩じゃないの。あの奇岩は何ですか。あの奇岩は中期バスじゃなかったっけ。中期バスだかなんだか。 あそこにも地層が見える。あれ御神体。あの岩ものすごくでかい。あれ一個の岩でしょ。中期バスじゃなかったかな確か。グラディウスアイスのモアイ何メートルあるのかな。ちょっとわかんないね。リツゴン石っていうの。予定より早く来る可能性があるから。うわー、この辺周石灰岩が水に濡れて光沢を放っております。この辺はろうそく岩。結構バス停まで距離あるんだよな。夫婦岩かもしれない。二つ並んでたら夫婦岩と言っとけみたいな感じはありますけども、バス停ちょっと何キロ先か覚えてないけど、さっきあそこの40分のやつのよりはだいぶ近かったはずなんだけど、仕事あるでしょここ。エーゲ海系の仕事が待ってるでしょ。エーゲ海系の仕事が。あれも石灰岩でいいのかな。リゾート乱立してるはず。よいしょ。あ、よく見たらこれあのよく見たら穴が開いてるじゃんこれ。いえ、面白い。よく見たら向こうが見えるやつだった。これ正面から見たら分かんなかったけど穴開いてた。しかもこれちゃんとあそこの間通れるんだよね。海がつながってるね。マンケイ岩じゃないよこれ。面白い岩だわ。穴と見るや見境やってどういうこと。バス停どこだこれ。結構まだ距離あるんじゃないかこれ。
人泳いでる。バス停は白崎西ってところ。私に向かって行ったのかと思った。まだ？あとどれぐらいかかる？あの子常に走ってんだろ、バシ。8分10秒ですか？あと。あと12分じゃないの？この放送終わると同時に発車しそう。ああ、なんかいい感じの風景になってきた。遊泳できる場所だったね、ここが。よし、写真がいいわ。お、なんか街並みが見えてきた。街が見えるぞ。あの辺にバス停があるような気がするな。集落が見えるね。自分で今バス停までどれぐらいか全く分かんないんだけど。バス停まだ？グリムスつけてない。
今白崎荘ってどこまで来た。白崎荘、白崎荘普段走ってない。そんな時間はない。テトラポッドまだまだあるね。あ、1個バス停ある。バス停じゃないこれ。これで合ってるでしょ。なんだ余裕じゃん。あ疲れた。喉乾いたわ。あと7分もあるじゃん。自販機探すと、自販機ないか、もしかしてこれ、この辺一帯。バス停白崎西って書いてあった。なさそうだな、自販機は。この辺は。こっちじゃないね。疲れた。意外と私でもバス停の位置がね、地図見ても全然わからんからさ。距離も把握できないから、何分で着くのかもよく分かってなかった。あそこにあるじゃん、自動販売機。あんな近くにあったのか。食堂がある。行くわけないし、今から食堂。箱飯もまだ半分残ってるというのに。よしよしよし、いいところに自販機があったわ。このバナジウム天然水いただきますか。お汁粉売ってないっすよ。リポビタン D でもいいけどね。イエモンにしようかな、やっぱり。あれ、押しても出てこないって何これ。ランプついてんのに出てこないっすけど。おい、え、これ全部出てこないやつ、もしかして。これは、あ、これは出てきた。なあ、家物出さない。どういうことだ、これ。バグっちゃってる。え、なんでもいいよ、もう。水分がなんでもいいから。家物が飲みたかったんだけど。本当は。結局水を買ったね。いやー疲れたじゃん。危うく切羽詰まりかけてよね。危うくちょっと切羽詰まってさ、肛門出すとこだったけど。海水じゃダメですよ。この傘、わしの傘だから、この傘は。もう一本買ってくるわ。ちょっと一本がすぐなくなると思う。飲み終わっちゃったじゃん、一本。一本飲み終わっちゃった。35分だから、あと5分ぐらいあるでしょ。
ちょっともう一本買ってきます。ああ、公園までバスないからさ、いちいちここまで歩かなきゃいけない。しかもさ、来るときは、朝の由良駅発の小引きっていうところに行ったんですよ。いや、もう延長しないですよ。バスの中はもう、クーラーで涼む放送外で。バス来たかな？あ、バス来た、バス来た。あの例によってあのカラフルなやつが来たわ。ちょっとさっきと同じ運転手の方。運転手はさっきと一緒の人です。